こんにちは、武人です。今ですね、笑って楽しんで学べる小学校っていうのをね、ちょうどやって終わったところなんですよね。盛り上がってましたね。はい、盛り上がってます。ね、はい。何ですか？はい。なんか最近なんか噂があるとか、はい。すごく芸能界を揺るがす噂を僕ね、仕入れたんですけれども、あの、パラパラ漫画でおなじみの鉄拳。あれの中身が矢部太郎なんじゃないかっていう噂がね、すっごい世間に広まってるらしいんですよ。その証拠に、あの矢部太郎が今年確定申告に行ったら異常に文房具代が落ちたらしいです。だから鉄拳の中身が矢部太郎って世間では思われてるらしいです。